アナトリー・イバノビチルキヤノフは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の政治家、法学博士。詩人として、アナトリー・オセニエフ及びドネプルフのペンネームを持つ。1930年5月7日スモレンスクに生まれる。1941年に父親を大祖国戦争で、亡くす。苦学しながらも、モスクワ大学法学部に入学する。ミハイル・ゴルバチョフは、 学生時代の友人であった。ソ連共産党に入党し、中央の国家機関などで、党官僚の道を歩む。1956年ソ連閣僚会議、法律委員会上級コンサルタント。1968年、プラハの春鎮圧後のチェコスロバキアに赴き、チェコスロバキア共産党及び、チェコスロバキア青年共産同盟の法律的、助言者となる。 1969年ソ連最高会議官部会副部長1976年ソ連共産党中央委員会に勤務する1981年ソ連共産党中央関西委員に選出される1985年ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任すると書記長官房とも呼べる総務部長の要職に就任する 1987年と中央委員会初期兼行政機関部長に就任し、この間監督責任者として閣僚会議課の行政省庁に影響力を及ぼす。1988年政治局員候補となる。同年ゴルバチョフがソ連最高会議幹部会議長を建設すると補佐役として最高会議幹部会第一副議長に就任。 1989年にソビエト連邦人民代議員大会が新設されると最高会議は人民代議員大会の常設期間に改められ第一副議長に就任。1990年にゴルバチョフが大統領に就任すると公認の最高会議議長となり最高会議の議事運営に当たった。1989年2月24日の 昭和天皇の体操の例と、1990年11月12日の天皇、秋人の即位の例に、ソ連代表として参列するために訪日している。ゴルバチョフの学友として、また、副親の部下として、極めて親しい関係にあるとみなされていたが、ボリス・エイリツィンは、著書、告白の中で、ひどく短期で、怒りっぽくなってきたとその人格の変化ないし二重性を、 指摘していた。ルキアノフ自身も自己分析の中で政治家としての自分と法律家としての自分、そして詩人としての自分がいると語っている。ルキアノフはゴルバチョフに近い中道派であると見られていたが一方ではソ連の国家体制に関しては絶対的な信念に近いものを持っていた。このため新連邦条約をめぐってゴルバチョフが 改革派に舵を切ると、ルキアノフは保守派に接近し、結果的に1991年の8月クーデターの黒幕となる。慎重なルキアノフは国家非常事態委員会のメンバーにはなお連ねていなかったが、クーデターの失敗により捜査が彼の身辺にも及ぶと8月末に逮捕、収監された。1992年12月に御社により、 釈放されたルキアノフは、翌1993年ソ連共産党の後ろ身である、ロシア連邦共産党に入党し、党中央委員会幹部会員に選出される。1993年12月の連邦議会選挙で共産党からスモレンスク州省選挙区で立候補し、ロシア連邦議会会員大議員に当選し、政治的に復権を果たした。 1995年12月の会員選挙では、ロシア共産党推薦で再選を果たす。当選後は、院内会派ロシア連邦共産党に所属し、1996年には、当主ンナジ・ジュガーノフの顧問になった。1999年の会員選挙でも、再選されたが、2003年の会員選挙には出馬せず、モスクワ大学法学部教授となった。 リフグミリョフの友人でもあったとされる。ロシア共産党中央諮問委員会の委員長、及びロシア作家同盟のメンバーを務めた。2019年1月9日死去。88歳没。前元ソ連最高会議議長が死去アナトリー・ルキアノフ氏。中日新聞。 h t t p w w w c h u n i c h i c o j p s a r t i c l e 2 0 1 9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 9 7 h t m l 2 0 1 9年1月10日閲覧ありがとうございます。